ハンバーグが、ハンバーグがいましたね。愛がなびり突き抜けてく街が目覚ますから、朝焼けに夢見ている、みんな寝静まるよ。失敗した。これストローついてないんで、これもういい加減にしてって感じで、なんでこれストローつけないのかな、毎回思うんだけど、これストローついてないのよ。そのまま飲めるけど、そんなにごくごく飲まないもん。いや、ストローの方がいいね、私も。ん？だってこういう飲み物には必ずストローがついてんじゃん。ねえ。ちょっとサンドイッチ、こちらの新商品食べてみましょう。これ昔からあるんだけどね、このチキンカツサンドね、千切りキャベツ入りってやつ。これはもう昔からあるやつね。カロリー449。歯？でも私歯は黄色いけど、並びがいいっしょ。形はめちゃくちゃ良くない？歯の並びやん。これはね、ちょっとね、マスタードっていうかね、からしが入ってんだよね、このね、ソースとからし。このね、からしがピリッと効いて美味しいのね。いただきます。うん。美味しい。結構分厚いんだよね、これね。いや、昔からサンドイッチ好きでさ、私、そう、お肉とね、変な人来た。怪しげな。おばあちゃんみたいな。ゴミ拾ってる。お掃除をしてるのかな。座ろうとしただけ。で、靴脱いでるよ。ベンチの上で靴脱いでるの。寝ちゃうんじゃないの。でも、もうモロはお家から出てきた感じですね、パジャマみたいな。いやね、今までリアトツの最高年齢は70歳の人がね、広島で来たのよ。最高年齢はね、リスナーさんでね、うん、70歳のリスナーさんはいるよ。多分最高年齢だと、うん、おまんじゅうみたいな顔してんじゃん。ほんとだよ。いや、帽子の波なんかね、黄ばんでるし、帽子が。ん？昔のトイレみたいな色じゃん。
あ、この中に私は皆さんに負けないわっていうね。アイコンにしてる人いる？自分の顔。私絶対負けないわ。皆さんの綺麗よっていうの。サゴマネちゃん、それなんか中国人みたいなアイコンだ、あなた。焼きそば食ってる中国人じゃん、それ。あ、桃奈々ちゃんなの、それ。桃奈々ちゃん。あ、でも結構自分をアイコンにしてる人多いね。ジューシー派の。これも好きなのよ。これも昔から食べてるシリーズよね。このなんかマヨネーズかわかんないけどさ。これがまた合うのね、ハムにね。タレとかソースとか、うん、これ2個目こちらがですね、さっきのが400キロカロリーだけど、これは326キロカロリーだから4567でしょ。今700だね。ジュース入れて800かな、これね。これ結構カロリー、スムージー系って高いんで、これは多分1本飲んだら100キロバイトで136キロカロリーあるの。800超えだよね、今ね。全然大丈夫だもん。昨日ね、体重測ったら 88.8kg になってたんで、過去最高ね。何？やばいよね。でも不思議だよね、減らないんだよ。同じ食事を食べてんのに減らないの、増える一方。おかしくない？でもさ、90キロ超えたらもう100キロいっちゃうよね、多分。6L までね、今 4L だけど、うん、もうさ、このまんまだと別にデブでもいいからって。体に悪いけどね。もう豚でもいいかなって。豚の方がウケるじゃん。痩せて綺麗になるよね。豚の方がさ、綺麗でしょ。あ、綺麗じゃない。ウケるでしょ。ね、病気だけ気をつければいいね、豚でもね。芸人の考え。でもヨギママも本当に心配。ヨギママもサークルでスポップ来たから、ヨギちゃんも気をつけないと。配信者みんなブク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 太るからね、本当。はい、こちらアメリカンドッグ、これもね、大好きシリーズ、ね、セブンのアメリカンドッグね、こうジャバーっとなる。私の味噌はね、コツはこれをね、こう伸ばす、こういう風にまんべんなくこう混ぜてあげてね、こういう風に。で、この本体ね、この醍醐味、アメリカンドッグの醍醐味はここなんですよ。ここの部分、ここが本体だと私は思ってるのね。ここを最後に食べるな。ここはもうオブジェ、ここが本体。コア、コア。ここが一番美味しいの、このね。あ、リスナーさんが来た。リスナーさん、
ちゃ見てる。ブランコに揺られながら見てる。エイヤーじゃないから、エイヤー。で、なんか人いっぱい集まってきた。ブランコ奥奥。ブランコアイス。何回も言うけど、もう分かるのね。この距離感とか、空気感で。でしょ？おばあ、おばあちゃん。ほら、いなくなったじゃん。ブランコからいなくなったよ。さっきの女の人。嫌いなんで汚いかな。あとはハンガチはいつも持ち歩いてるやだし、ね、おいしょ。あーちょっと待って、あーやだ、嘘でしょ。あ苦しい。あーおいしょ、横向きでこう通んないとね。あ、あ、あー、いやー、いやー怖い。あー、ちょっと待って、止まっちゃった。あ、あ苦しい。あ、助けて。ちょっとけ、あ、あったら、あ、苦しい、苦しい。ちょっと待って。止まっちゃった。ちょっと待って、下が、ああちょっと待って、ああ助けて、助けて、痛い痛い痛い、いや、ああ助けて、痛い痛い痛い、ああ痛い、苦しい苦しい、首が痛い、ちょっと首が締まっちゃった。ああ、じゃこれがギアってなって首が締まっちゃった。今死ぬかと思ったマジで。ではしないな。あいいね。いいよ。いいよ。ダブルで。こういうのやんなかった。で、こうやって揺らしたいとかね、こう。あと横乗りね。お友達と一緒にこうやって横乗りね。あとここだよね。いくよ、せーの。あ、怖い。ダメだよ、真似しちゃん。ね。お姉さんだけやっていいの。
あ、怖い。あれ、やっぱ体重だね。体重重いんな。ねえ、なんで体上がんないんだろう。ちょっとね、猫を探しに行こう、本当に。チュールを、最強の道具を出して、チュールっていうね。あ、マグロの匂いがする、ちゃんと。これマグロね。すごいマグロの匂い、美味しそうな匂いするね。いや、食べて大丈夫なの、これ。まず、ちょっとだけ巻いとく。オッケー。片付けるちゃんとね。すごい匂い、めっちゃ匂い。それちょっと時間を置いとけばいいんじゃない。時間をね。どうだ。いないね。またガチャ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 言われたんでね。猫の餌もやれない時代ですよ、本当に。やだ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 。オッケー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 。ちょっと待って。猫いた。猫がいた。見つけた。オッケー。迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたはどこにいるのかな。名前は何にしようかな。サチ、名前は何にしようかな。よしこ、にゃんにゃん、あんあん、にゃん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 。わあ、梅、桜、これ何、梅だよね。素敵じゃない、もう咲いてるね。ほら、これは何。あ、ダメダメ、漏れる。ちょっと待って、ダメダメ、ちょっと待って、ちょっと、あ、やだ、どっか影の方がいい。あーどうしよう。おむつじゃなくて、ね、あのパックがある、パック、これ。あ、ダメ、やっぱダメ、これ見える。ちょっと待って、どうしよう。あ、よかった、間に合った。あ、やだ、外れた、ドアが。危ない。帰ってきちゃったよ。